ん？あ、大きづち？でかいのかな？見上げてるもんな。大きづちじゃない。確かになんかコンボを持ってるけど違った。さあお仕置きの時間だ。こいつが獄長か。ふは、死にたくなければ相手の牢を探せ。牢を探して死ぬ気で駆けずり回るがいい。え？牢を探す？空いてる牢。鍵かかってない場所があんのかな、どっかに。あ、これか。え、あっさり見つかったよ。お、6人07番08番、そんなに牢に入りたかったのか。ふはは、あ、そういう趣味が悪いな。ではそこが貴様らの寝床だ。光のない懲罰房でいつもの牢がいかに天国だったか知るがいい。確かにな、いつものところ割と環境いいもんな。なんだよこのトゲ。ち、あいつら俺たちを見せ物にして遊んでやがったな。割とあっさり見つかったけどね。ん、どうして本を持ち込んだのが自分たちだって嘘をついたのか。だってここに用があったんだ。まあひとまず出られる時を待とうぜ。でもここベッドないよ。ああ、もうアイテムなくなってる。なんか役に立つかなって俺こそこそ集めてたのに。悲しい。あっち熱いわけじゃないか。思わずあっちって言っちゃったけど。気持ち悪い場所だが妙に落ち着く。何かいい夢が見られるかもしれないぜ。破壊神としての本能が残ってんな。でもこれ壊せそうな場所もないし。いつもみたいにベッドもないから寝れないし。ん？ガールルルルルル。ん？なんだこの声は。ふはは、今のは大木寿司のうめき声。大木寿司そんな声出す？理性なく全部壊す恐ろしい大木寿司だ。大木寿司の恐怖に震えながらしばらくそこで反省することだな。え、大木寿司が壁破壊してくれたりするかもしれないってこと？じゃないの？仕方ない、やることもないんだ。とにかく寝るとしようぜ。ぐっすり眠ればいい脱獄の作戦が思いつくかもしれない。いや、ここぐっすり寝れないでしょう。それに気持ち悪い場所だが妙に落ち着く。案外いい夢が見られるかもしれないぜ。その後指導と二人、互いの顔も見えない暗闇で長い時を過ごした。そして二人はいつしか深い眠りに落ちた。よくぐっすり眠れたな、ここで。肝が座りすぎてる。ビルダーも指導はともかく、ハーゴン様。ん？え、本当にいい夢見ちゃうの？暗い闇の中に声が聞こえる。これは夢を見ているのだろうか。ハーゴン様。我らが主大神官、ハーゴン様。ほう？憎きビルダーが隠してものづくりに手を染めております。しかし一方で世界の島々が壊れ消えていっている。我らには時間がないのではありませんか。これ昔の話かな。破壊神様はいつお目覚めになるのです。いつ我らを救済してくださるのです。これハーゴン様がご存命だった頃なのかな。あ、いや、ハーゴンさんは死んでるのか。我らの祈りが届いていますか。だから、どうかどうかお答えください。うわ、いない。ハーゴン様が倒された直後とかなのかな。勇者たちに、我々は約束の地で破壊神様とハーゴン様をお待ちします。ハーゴン様、どうかお早くお姿をお見せください。これはどっちが見てる夢？ビルダーが見てる夢？まあだよな、指導の夢わざわざ描写しないよな。この幻の滅びの日の前に、どういうこと？この環境がそういう夢見せたのかな。よく寝れたな、ここでぐっすり。なんだ今な、夢か。あれ、同じ夢見てたのかな、二人とも。幻？滅びの日？なぜ俺があんな夢を。いや、指導だけが見たのか、今の夢。だが夢にしちゃ妙に。夢というよりも過去にあったことなんだろうね。破壊神としてのわずかに残ってる記憶みたいな。指導の6207番08番、おい監視がお呼びだぜ。起きろよ、吉沢。おや、
通に起きた。よほどぐっすり眠ってたんだな。大丈夫かふさ、ここにいられてどのくらい経ったんだ。てかその大木槌とやらは。カッカッカ、そろそろいいだろう。07番08番外に出てくるがいい。え、大木槌いねえじゃん。ふざけんじゃねえ。ふざけんじゃねえよこの野郎。他の、あ、いるいるいる。こいつら助けてあげたらハンマーくれるんじゃないの。あ、でもあの一体だけか。あ、ここは俺らが入ってたとこか。あれ、なんかわかんなくなっちゃった。あ、でも違うな。ここにはベッドある。のんき。あ、なんだ、鍵かかってる部屋。鍵かかってない部屋。あそこだけじゃなかったのか。うぃーす。あざまーす。カッカッカ、どうだった？懲罰房の夜が楽しかったか？ぐっすり眠れました。真っ暗闇だったんで。ありがとうございます。ふん、ドクドクして、ドクドクしくて悪くなかったぜ。もう少し痛かったくらいだ。カッカッカ、強がるな。昨日はあんなにうなされていたではないか。夢見てたからさ。おっと、そうだ。懲罰房の凶暴な大木寿司ってのはどこにいる？え、教えてくれんの？そんなん聞いて。入ってたけどね。カッカッカ、そこの牢屋の中だ。興味があるなら先輩に挨拶してこい。自分たちがああならないようにな。カカカ。あれはハンマーくれるやつだな。ほう、こいつが噂の大木槌だな。ずいぶん反抗的な目だ。ガルルガルル。かわいいじゃん。反抗的な目かこれ。あららららららら。凶暴ですね、確かに。こいつからどうやればハンマー奪えるかな。ガルルガルガル。ははは、やつらの話通り凶暴な大木槌だな。まともに話が通じないらしい。カッカッカ、6207番08番下手に手を出すんじゃないぞ。噛まれる？そいつは少しでも気に触ると何でもぶっ壊しちまいやがる。まったく、おとなしくハーゴン教団に入ればすぐに活躍できるってのに、バカなやつだ。うふさ、あれだ、あの大木槌だ。いや、大木槌ってのはそこにいる大木槌のことじゃない。大木槌の大木槌のことだ。ええー、下ネタ指導。あいつが持ってる大木槌を奪えればお前の力で地下道を掘れるだろ。壊せそうな土の場所とかあったもんね。何、奪うのはかわいそうだ。仲間にしようだと。お、優しい。ち、お前ならそう言うと思ってたぜ。ばあさんがくれた魔物の餌を使えば、ま、仲間にはできるかもしれない。だが、こいつの牢にも鍵がかかってるんだ。簡単に連れ出せるとも思えないぜ。おい、いつまでそこにいるよ。まだ懲罰房で過ごしたいのか。ち、今は行くしかないか。とにかく大木槌の居場所は分かった。後で改めて作戦を練ろうぜ。あそこの鍵か。え、でも魔物の餌も今持ってないけど、いろいろ没収されたし、モンバーに話せばまたくれるのかな。カカカ、遅かったじゃないか。先輩に挨拶はできたか？荷物は返してやる。あ、くれるんだ、よかった。今日から新たな構成の始まりだ。さあ、懲罰房から出ていつもの畑に行け。そんな明るい SE 流されてもこの状況で。よかった、服とかも持ち物の中に入ってたからな。着てなかったから脱ぐけどね。こんなボロい服着てても意味ないし。じゃあとりあえず戻るか。お、なんか宝箱がある。ん、おい、うっさ、懲罰房ってこれどこにあるんだ。ああ、それそれ、あの宝箱はなんだ。調べてみようぜ。監視目の前にいるけど、そこに。大丈夫か。ああ、怒られる。6207番。なんすかなんすか。何をしてる。勝手に宝箱に近づくんじゃない。いや、足が勝手に。貴様、まさか他人の家の炭素を漁ったり壺を壊して回るタイプの人間か。いつもそうしてますけどね。
まったくどういう教育を受けてるんだ。お前とかに言われたくねえ。そこには懲罰棒の鍵が入ってる。教えてくれた。絶対に近づいてはいかん。じゃあ夜中の間にここに来ればいいんじゃないの。結局夜中の間に抜け出してさ、で今度は大木槌を仲間にする。それだな。とりあえず昼間の間はいつも通り過ごすしかないね。懲罰棒の鍵があればどうにかできるかもしれないな。あっちで話そうぜ。あ、でも今餌持ってないのか。ちょっとモンバーにまた餌もらわないといけないじゃん。あ、ここで話すの。見ろよ、うっさ。ん？懲罰棒は毎朝天狗に集まる広場のすぐ近くにあるみたいだ。あ、畑の反対側が懲罰棒だったのか。さっきの鍵があれば大木槌を連れ出して地下道を掘らせることができるかもしれない。大木槌に地下道、お前の牢屋から昇格場を抜けて外に出る道。使えそうなものはいろいろ出てきたな。そうだね、いよいよ手札が揃ってきたな。楽しい。なになになに、今度は6207番08番。ち、今は畑に戻っておくか。脱獄のためのいい手はないか、囚人どもにも聞いてみようぜ。いや、本当にエロ本持ってたやつには恩売ったはずだからね。これでまた引き出せる情報も増えるんじゃない。あれ、モンバーが吹き出し出してる。餌くれよ、餌。おお、6207番08番、あんたたち無事だったかい。いや、ちょろいもんでしたよ、懲罰棒。あん時08番が皆をかばってくれなかったら囚人全員が懲罰棒送りだったよ。私たちのためにあんな過酷な場所に本当にすまなかったね。俺は別に貴様らをかばったわけじゃない。勘違いするなよな。いやー、手札揃ったからね、おかげで。騎士し、その控えめな態度も気に入ったぜ。みんなあんたたちに感謝しておる。これは感謝の印さね、受け取っておくれ。何、餌魔物。キャベツー官長が畑であんたたちを待っておる。まずは戻ったことを報告してくるといい。報告が済んで隙があったら私のところに来ておくれ。魔物の餌またくれよ。仲間増やす当てがあるからさ。で、なんすか。あ、キャベツまだ無事じゃん。燃やしましょうか、キャベツ。キャベツ燃やしましょうか。そうだ、こいつらに話しかけとこう。お、お前たち、実はエッチな方は俺が。いや、なんでも知ってんだよ、もう。大体分かってから。なんでもね、とにかく俺たちをかばってくれた礼はいつか必ずするぜ。あ、でもみんなが感謝してくれてんのか。犯人以外も。そうだよね、みんなが懲罰棒に入るところだったんだもんね、危うく。エッチな本を持ってたのは本当は君たちじゃないんだろ。他人をかばんなんて物好きだね。でもこいつもちょっと怪しかったよ。エッチな本の犯人は僕じゃない。だけどとにもかくにも助かった。このお礼はさせてもらう。こいつもちょっと怪しいな。本当はあの荒くれと一緒に見てたんじゃないの。エッチな本、まさかエッチな本が6208番のものだったとはね。一人ボンクラがいた。大体のやつは気づいてたのに。ねえねえ08番、まだ隠してるならぜひ僕にも。ボンクラ、とんでもないボンクラ。出てきました。ふは、懲罰棒で己を見つめられたか。暗くてじとじとしていて最高だったろ。よく眠れました。さて、狭い場所に何日もいて、あれ何日も立ってたの。体も筋肉も衰えているはずだ。今日は軽めの構成で許してやろう。優しい。最近この辺りに雑草が多くてな、忌々しい数で緑が作られている。そこでだ、ビルダーよ。貴様にあたりの雑草を破壊させてやる。恵みの数への怒りを込めて壊すがよい。さあ、日が暮れるまで雑草を壊して壊して壊しまくるのだ。今回は私への報告はしなくていいよ。良いぞ。雑草を壊す、こういう感じ。ああ、でも別にこれ私への報告はしなくていいって言ってたから、モンバーのとこ行っちゃっていいのか。そんなクソ真面目にやんないで。あ、やった、野菜炒めできてる。さすがにお腹空いてきたな。どうせなら炒めて食いたいな。よし、二人ともよく戻ったね。近いぞ、距離が。懲罰棒で大変な目に遭ったんだ。草刈りなんかサボりゃいいさ。あの時はあんたたちのおかげで皆救われた。改めて礼を言うよ。騎士し、なんだか前向きなあんたたちを見てると脱獄も夢じゃない気がしてくるね。あ、いい影響を与えてる。
地下道を掘ってもらうために懲罰棒の大木槌を仲間にしたい。ふむ、あの子に会ったかい。え、知ってんの？あの子は今でこそあんなだが、元はものづくりが大好きないい子でね。え、連れて帰ろうよ。教団の構成の果てにああなっちまった。だったら俺たちが仲間にして連れ出してやるだけだ。おばあさん、あの魔物の餌をもう一度出せよ。それがすまんねえ。あんたらにやった分が最後の一つでね。じゃあ自分で作るしかないな。そうだね。でも作業台ないよ。何？だったら作り方を教えやがれ。作り方を聞けばこいつが作る。作業台ないけど大丈夫？キッシュしそうだったビルダーならここで集められる素材からでも魔物の餌をきっと作れる。魔物の餌、枯れ草と苦きの子をフライパン、フライパンか。なるほど。フライパンに入れれば作れるぞ。餌の素材は雑草をぶっ壊すふりをしながらここいらで集めると良いじゃろう。さあまずは魔物の餌を作って私に見せてみ。あ、フライパン今使ってる。よかれと思ってキャベツ炒めたんですけど、枯れ草と苦きの子持ってね、両方待つしかないか。よし、焼いたキャベツうめえ。で、枯れ草と苦きの子、こんなんで作れちゃうんだ。あ、早いな、ゲージのたまりが。よし、ああこんなに手に入るんだ、5個も。仲間にし放題だぜ。キッシュし、魔物の餌を作れたんだね。こいつはうまそうだぜ。魔物にもよるが、魔物の中には倒すと起き上がって仲間になりたそうにこちらを見てくるのがおる。そんな可愛い魔物に魔物の餌を制限時間内に与えると仲間としてついてきてくれるぞ。じゃあこれ空っぽ島にたくさんの魔物を連れてくることも可能になるのかな。今は脱獄が最優先だけど。よし、これであの大きい寿司を仲間にできそうだな。だがどうやって連れ出して何をどうするか俺には全然わからないぞ。うむ、それにもしうまく連れ出せてもその後どうするかも考えねばなるまい。協力的になってくれたな、モンバーも。大木槌がいなくなればすぐに監視どもが気づくであろう。どうにかして監視の目をごまかさねば。なんだ？ははは、お前のその顔、何か考えがあるんだな。久しぶりになんか思いつく？今作業台がフライパンしかないけど。大木槌人形。なるほど。ダミーを置いとくのね。大木槌の。いや、バレるだろ。あんなに凶暴なんだからさ。最近おとなしいなっつってすぐ覗かれるでしょ。どうにかなるか、それで。ぬ、なんじゃと大木槌そっくりの人形を作って本物とすり替えるじゃと？なるほどの。それならばこっそり大木槌を連れ出し、地下道の壁を掘らせることができそうじゃ。なかなかいい考えじゃないか。だったらまずは早速大木槌人形を作るがええ。この倉庫の奥に木箱に埋もれた仕立て台があった。お、マジ？あったはず。それならばきっと作れるぞえ。マジか。燃えてないよね。よかった、燃えて。あ、全然気づかなかった。うわ、悔しい。先に気づきたかったな。木箱結構壊したりしたからさ。おら。よし。この仕立て台の問題バレたらまずくない？普通に壁壊しちゃったけど今。で、大木槌人形。あ、もう無限ボーナスだわ。いくらでも作れる。大木槌人形。10個くらい作ってやろう。ヒューかわいいぜー。大木槌、これは癒される。これは癒されるぜ、だいぶ。いやー、最高でしょう。ちょっとじっとしててね、サムネにするから。サムネにするかもしれないから。よし。お、これは可愛らしい。大木槌人形を作ったんだね。すぐにでも抱いて寝たいぞえ。結構こういうの好きなんだ、モンバ。可愛いな。これで懲罰棒の大木槌を助けて、この人形とすり替えればいいんだな。そうさね。そして大木槌に地下道を掘らせればええ。あとはどうやって懲罰棒まで行くかっか。もう夜中に行けんじゃないの？夜中でも見張りいんのかな？おい、6207番、貴様そんなところで何をやっている？ちょっとこっちに来い！お？呼ばれちゃった。ちょっともっと作っとこうかな。
せっかく無限ボーナスだし、もう島中を大木槌人形で可愛らしく染め上げるってことができるね。いいっすね。なかなか似合ってますよ。なかなか似合ってますよ。すごいこっち見てくる。文句言われないのかこれね。で、なんすか。何の様子か。おそいつ6207番監視である俺様に呼ばれた時はいつも全力で走ってこい。緊張感がだいぶ減ったな。だいぶ緩和されたね。6207番、俺からビルダーの貴様に命令がある。ん？何何？何も見えないよ。あ、見張り台あったね、そこに。あそこに囚人を監視する見張り台があるのだが、ボロが来ていて台に穴が開いててな。見張りに立つとき落っこちそうなんだ。貴様に直してもらいたい。それはやっていいんだ。何？教団の監視がビルダーに物作りを頼んでいいのかだと？ 6207番、許しを願うときと慈悲をもらうとき以外勝手に口を口を開くな。久しぶりに聞いたな、それ。さあ、はしごを登って見張り台の上に開いた穴を塞いでこい。穴あたりの砂で塞ぐのだ。うっさ、ちょうどいい。見張り台を修理したら懲罰房へのルートを確認しようぜ。うん。でも、直すためのブロックとか、ないけど、砂とかでいいのかな。あ、いいんだ、こんなんで。え、こんなんでいいの？かっこ悪いよ、かなり。よかった、砂持ってて、いくつか。お？見張り台の修理が終わったんだな。やるじゃないか、うっさ。しかし、あいつら都合のいい時だけビルダーのお前を使いやがって、本当にな。あんなにものづくりやめろやめろと言ってるのに。それに、ここからじゃ肝心の懲罰棒がよく見えないぞ。ん？向こうにもう一つ見張り台があるな。あるね。あそこからなら懲罰棒の周りがよく見えそうだ。あそこの修理もやりますよって言えばいいかな。とりあえずさっきの監視に報告して、あっちの見張り台にも行ってみようぜ。よし。と！痛い！ここの砂も取っとこうかな。こういうことにまた使わされるかもしんないし。ちょっとこの手に入れた砂で台を作ってあげればさ、これさらに可愛くなっちゃうんじゃないの？いいね。めちゃくちゃ可愛いっすよ、監視長。あれ、もう一段上げたいな。いやー、いいっすよ。超可愛いっすよ、監視長。よし、満足したわ。で、報告ね。直しましたよ、見張り台。見張り台の修理が終わったんだな。遅い！本当はもっと早くできたろ。あ、もう一つの見張り台が壊れてないのか。なんならあっちも修理してやるぞ。指導がやるわけじゃないけどね。6208番、なんだその偉そうな言い方は。貴様、口の聞き方に気をつけるわ。まあいい。では、懲罰房の前にある見張り台も同じように修理してこい。あ、やらせてくれるんだ。見張り台の前に監視がいる。そいつに事情を話してから作業にかかれ。やったー。ちょっと砂無駄に使っちゃったけど足りるかな。足りないことないよね。うっす。ん？どうした貴様ら。この見張り台に何か用か。ここからなら懲罰棒の周りも見渡すそうだ。さっさと修理して上からあたりを見てみるぞ。完全に堂々と言ったな。6208番、貴様何を堂々と無駄話をしている。また懲罰房に行きたいか。畑の入り口の監視に頼まれたんだ。この見張り台も修理してほしいってな。見張り台の修理だと。構成中の貴様ってそんなものづくりまがいのことを。でも頼まれたし。じゃあやめにするぜ。せいぜい見張り台の穴から落ちてバラバラになるんだ。ギギギ、貴様言わせておけば。でははしごで上に登って開いた。危ないな、もう。開いた穴の砂で塞ぐのだ。監視様には秘密だぞ。あ、こんなとこに焚き火もある。キャベツ焼いとこう。ついでに、堂々とものづくりするな。目の前で。で、砂足りるかな。砂浜の砂もあるな、この。よし。
もう建材は何でもいいんだね、穴さえ埋まれば。できました。お、見張り台の修理が終わったんだな。えらいぞ、おしさ。それにしても前から思ってたが、教団の連中は思いのほか適当だよな。結構自分ルールだもんな。物を作るなと言っておきながら、いろいろ理由をつけて作らせようとする。この監獄塔だって誰かが作ったわけだろ。本当にな。そうだよね、こんな立派な見張り台とかさ、誰かが作ったんだもんね。確実にハーゴンの野郎の教えとやらは全然行き届いてないんじゃないか。結構ガバガバなんだよ。まあいい、見てみろよ、しさ。ん？ここからが懲罰房の周りがよく見えるな。大木槌を助けるにしても監視がいて正面からは行けそうにないが、岩の壁の上の方にいくつか丸太が出っ張ってるぜ。あそこを渡るのも楽しそうだな。怖えー、なるほど。おー、6207番08番、見張りの修理は終わったのか。まだでーす。俺への報告はいらん。修理が終わったならさっさと戻って畑の入り口にいる監視に知らせるんだ。ついでに可愛くしちゃおう。見張り台可愛く仕上げちゃおう。おっとっとっと、よし、いない。キャベツもらってきます。できました。見張り台の修理が終わったんだな。遅い、今度は今の半分の時間でやる。さあ夕方までまだ時間がある。あとは畑の周りで好きに過ごすがいい。カッカッカ、何もせず己と向き合うこと、それも構成には必要なんだ。ところでビルダー、実は監獄島の夜がとてつもなく暇でな。貴様何か作れないのか。例えばエッチな本とか作れるか。没収したやつも楽しんでるでしょこいつら。え、てか何、そういうのあんの、お前らエッチな本に対してなんか思うとこあんの。人間の体見ても面白くないでしょ。この骸骨戦士用のエッチな本なのかな。いや無理ですね。そりゃそうだよな。そもそも貴様が書いたエッチな本なんか読みたくもないし。何なんだよ、どういうことだよ。まあもし手に入ったら期待してんじゃねえよ。砂置き場近くの板のテーブルに置いといてくれ。そうすれば夜の間暇を潰せるからな。あ、なるほど、エロ本置いとけば見張りが夜の間エッチな本に夢中になるので、いろいろ都合がいいということだな。そっか、向こう側ってあれだよね、火葬場があるところなんだよね。でここにいる見張りを、あ、すいません怒られましたここにいる見張りをここにエッチな本を置いて夢中にさせとけば、ついでに可愛くしとこエッチな本で夢中にさせれば、こっから夜の間外に出ることができるってことだね。ってことでいいんだよな。よし、大木槌がいる懲罰房の場所を確認できたな。いいかしさ、外に出られるのはお前の牢屋だけなんだ。悪いが俺はついててやれない。確かにそうだ。あの生意気なスライムと協力して、まずは大木槌を仲間にするんだ。後のことは後で考えようぜ。だ、大木槌を仲間にして、で、爽やかと安船長がいる地下室にとりあえず待機してもらえばいいのかな。そういう感じだよね多分。後のことは後で考えようぜ。あとはそうだな、一応いつもの囚人どもと話して役に立つ情報はないか聞いておくとしよう。もしやることがなくなったら例のベンチに座って夕方を待てよな。おい07番何してる、勝手に畑の外に出るんじゃない。せせーん、すいやぜーん。ごめん、なんか頭の上にマークついてなかったからさ、なんか実況する気なく普通になんとなく話しかけてみた、見てたわ。何、みーちゃん、テキストポンポンって飛ばしちゃってたけど、猫だよ猫、あいつは俺の癒しなんだ。全くどこに行っちまったんだろう。みーちゃんは骨が好きな変わった猫なんだ。ひょっとすると焼却場にいるかもしれない。あ、確かに猫の鳴き声したね。なんだ猫かって、あれも伏線というか必要な設定だったのか。もし見かけたらみーちゃんに声をかけてやってくれ。でもって俺に知らせてくれれば礼をするぜ。なんかいろんなことがつながってくな。お、君たちこっから脱獄する気なんだって。無理だとは思うけど、かばってくれた俺にいくつかアドバイスしておくよ。
夜監視たちはいろんなところを見回っている。でもあいつらあまり目が良くないんだ。うん、魔骸骨だしな、うん、こっそり後ろを通ったり排水口や木箱の後ろを通ったりすれば案外見つからずに済むかもしれない。なるほど、スニーキングミッションだな。とにかく君たちが脱獄に成功すればここに暮らす囚人たちの希望になるだろう。成功を祈ってるよ。え、みんなで脱獄しようよ。いやでもまずは俺たちが脱獄してみんなを助けに来るっていう、そういうのでもいいのか。6人07番08番、この間はかばってくれてありがとう。見ず知らずの僕たちをあんな風にかばってくれるなんて、僕はまた僕の中の何かが破壊されたよ。うまいこと言っちゃって、せめてものお礼にこれをあげよう。何お前かい他の囚人が隠していた箱を破壊したら出てきたんだ。うまく使ってここでの生活に役立ててくれうまく使うってなんだよ。オースはエッチな本とやらを手に入れたのか。それどんな本なんだ、ちょっと俺でも見せてみろ。見る？いいよ。何？シドニアまだ早いだとどういうことだ、何大人ぶってんだお前も。まあいい、確かその本を監視が欲しがってたはずだ。砂置き場近くの板のテーブルに置いておけ。うん、見張りが解除されるかもしれないね。ちょっと詳細みたいな、エッチな本置く前にちょっぴりムフフな内容が書かれてる本。使うっていうのできないの？使うできないか一応こいつにも話しかけておこう。え、夜中に外を通って懲罰房の中に入りたいだって。よく相談してくれた。実は懲罰房には抜け穴があるんだ。抜け穴、どうやら落石が原因らしいんだけど、入り口の屋根にぽっかり穴が開いててね、そっからの中に入れるはずだ。屋根の上に上がるにはいろんな方法があると思うけど、あとは自分で考えてみるといい。なるほど、懲罰房の上に登って抜け穴から中に入るんだ。確かにこのエッチな本で見張り解除できるのはここの、うすいません、怒られましたあそこのやつだけだもんな。じゃあ今エロ本受けないんだ、ここ通れないから。じゃあ夜を待つしかないか一旦。じゃあちょっとどうしようかな、一旦この辺で終わりにしようかな。ちょっとまだまだ脱獄するためには障害が山積みだけど、だんだん進んできて楽しくなってきたね。じゃあモンバーと一緒によし、ありがとうございました。また次回よろしく。バジェ、バンザイじゃない。俺なんでバンザイ選んだんだ。こっちか、バイバイ。また次回お願いします。